世界連邦政府世界連邦政府とは世界の国々が互いに独立を保ちながら地球規模の問題を扱う一つの民主的な政府世界連邦政府ができると国際紛争は国家間の戦争ではなく世界法に基づいて連邦政府によって平和的かつ公正に処理されますそして連邦政府によって直接募集 訓練された世界連邦警察軍が世界の安全保障の責任を持ち各国の軍備は大幅に縮小または全廃されますこのように世界連邦政府が実現すると国家間の戦争は不可能になり不必要となるのです地球環境の保護や貧困、危惧の救済、人権問題の解決も 手間のかかる国家間の条約によってではなく、連邦政府の地球的視野での政策決定を通じて行われていきます。世界の人々は各国の国民であると同時に、地球市民として平等で基本的人権も尊重されます。世界連邦運動とは、国際連合の改革と強化を通して、世界連邦を実現し、 世界各国が世界連邦政府の下で、法的かつ効率的に一つの秩序の下で、平和と人権を守っていける世界を築こうとする運動です。世界連邦運動のいきさつは、第二次世界大戦末期において成立した国際連合が、戦争抑止力の低いことを痛感した世界の科学者・文化人たちが、より強力な世界連邦の形成を進めることで、 世界から戦争をなくしていこうと決意しました。現在、事務局はニューヨークにあり、60カ国、地球に地域団体が設立されています。世界連邦政府の実現を求めた代表的な著名人、アインシュタイン科学者、私が世界政府を擁護するのは、今まで人間が遭遇した最も恐るべき、 危険を除去するる方法が他にはあありえないからである人類の全体的破滅を避けようという目標は他のいかなる目標にも優位しなければならない。湯川秀樹科学者世界連邦は昨日の夢であり明日の現実である今日は明日への一歩である。バートランド・ラッセル哲学者我々がもし生存し続けようとするなら 大戦争を恒久的に阻止する機関を作ることが至上命令である。そしてそのような機関になり得る唯一のものは世界連邦政府である。尾崎幸男政治家教育者世界の廃藩治験なくして人類の平和はない。アーノルド・トインビー歴史学者新しい世界政府のみが人類を救うであろう。 我々にとって今日生命と同じように必要なものは世界秩序による平和と正義である。ジャワハル・ラール・ネル初代インド首相、世界政府は来るであろう、また来なければならない、それ以外に世界の病気を治すものがないからである。稲盛和夫、京セラ名誉会長、EU とは世界連邦政府のひな形のようなものであり、 これをさらに拡大させていくにはどうしたらよいかを世界の異性者たちにぜひ考えてほしいと思うのです世界連邦政府が樹立されると軍備が撤廃され一つの政府一つの言葉一つの神となり加速度的に魅力の祝いと向かいます世界連邦政府は人類史上の大転機となります人類史上の大転機です そして世界連邦政府の首都は日本に置かれます。